ここんんんんばばばはは松原しでですすだまだねゆっくりしてましてね特に何もないんですまあまあそうこれそうか放送は1月20日ですけどまあ現時点ではまだ2週目ぐらいなのかなこれ1月のね我々は年明け一発目の収録でしてそうですねまあそうんかうん仕事もまだ 本格的にっていいう雰囲気じゃないかな 1>,、うん、1月って割とゆっくりなんでねまあね徐々にギア上げてくていうそうそうで大体、えー、去年までに収録を終えてたやつがダーッと1月流れてっていう感じだからうん、うんね、結構だから、えー、昨日ねうちの事務所の岸高野の高野って、うんうん、家も近所で飯晩飯昨日一緒に食ってたんけどうん、うん、あのー、1月暇です,暇です 「こんなもんですか1月って」って言うから、うん、不安になってるそう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 あ,<ー>あ確かにそうだよっつって 2>, あ<ー>おあの2月3月ぐらいから急にバーってな,なる感じだと思うよだから俺も確かにあの最初に m 1決勝行った翌月が「うんうん、え大丈夫なんこれ?」本当にみたいに思った うそういえばと思ってそうそうそ,うそっから2か月3か月経つともうけわかんないぐらいバーってね,ねスケジュール来るんですけど1月はいいんですよ、ね、こんな感じで、ね、そうそうそう一旦ゆっくりしないと 1, 1月1日さあのー、年明けると、うん なんかあの正月の空気いいなって大ちゃんと言ってたよ。言ってた。なんかそうあれあれを楽しみにずっとね、頑張るよつって。頑張ってた。まあ毎年こうなんか一新されるというか。そうそう。空気も変わるみたいな。そうなのよ。一日しか違わないのにね。そう。俺ね、あこれじゃないかとこれ大ちゃんに言ってみようと思いついたことがあって、あれねなんか空気が澄んでるような。 あの雪が降った日の朝のような空気になるっていうのは近いでしょ、うん、近い近い近いでしょ、うん、住んでるというかシ、うん、ーンとするみたいな、うん、ただ1月1日日付がそうなってるだけなのに、うん、あれ人の心が落ち着いてたり、うん、お休みだったり、うん、人じゃないかなと思って、うん、人が発してるこうなんていうのかなもう目に見えない 要は満員電車だとさ、うん、何も揉め事起きてなくてもピリピリしてるじゃない、うん、まあはいはいで多分受信するじゃない、うん、特にあなたはまあそれはでも言われたらそうかもな<人>ピリついてるとかせかせかしてる感じとかそう,そう,うんあ<ー>だか逆もあって周りですごいスイッチ入ってギラギラしてて、うん、さあ戦うぞとか、うん、さあ,まあお客さん笑わすぞとか、うん、バーって燃え上がってたら あなた絶対引っ張られて<ー>エンジンガーってかかっていくでしょああ<ー>それの逆じゃないかなと思って<ー>みんなオフであ新年だってなって1日は確かにそうなんかもな人が静かないよね、うん、心がう静かっていうイメージで、ね、でしょ、うん、静かだし何だろうななんかざわつかないのよ、うん、な,なんとなく元旦の朝方散歩してて、うん すれ違っったたた人全員ちょっと挨拶したくななるみい穏やかなそう、ね、気持ちになるから「おめでとうございます」って言うからね、うん、言うよね、うん、人じゃない人なんかなうん人が発してるこのうんまあ人がいないわけじゃないもんねなんいないわけじゃない減りはするけど,けどね減リをいろそうそうそ,うそれぞれね 里帰りしてたりとかしてたりはするんだろうけどなんかそうだねあの行く年来る年ってあのね、うん、えー、NHK で生放送でやるけど、うん、あの時も、えー、あれは毎年違うのかな映る場所が、ね、そうだね、うん、でそこで初詣のさ、うん、お客さんが参拝者がズワーっているじゃん、うん、ダウン来てさうん、うん、とんでもない数いるやん、うん、でも全然ストレスじゃなくないああまあ全確かにね あの人たち、なんか、うん、なんどう表現してるかわかんないけどいい人に見えてくるっていうか、まあ、全員がそうなんかえー、俺ランジャタイの邦ちゃんと初詣行ったって、ねうん、言ってたねで、えー、行ってそこはね俺らが行ったとこは、うん、そんなに言うほど人いなかったのよ。うん でああ意外と空いてるなっつって開けてすぐでも「まあいいねいいね」っつってじゃあそっからえ移動してちょっとえ今開けてる店あるから知り合いのっつって正月も、うん、そこ行ってちょっと飲もうかっつって、うん、で行く時に途中新宿の花園神社の。 とこ近く通ったから花園神社もちょっと覗いてみるかっつって見てみたらものすごいねやっぱあそこはそう俺も何年か前まで毎年行ってたんだけど年が並んでやっぱ1時間以上は並ばないと自分の順番回ってこないかでも言うてさあの辺の界隈のね人らがいっぱい来るわけであそこいわゆる ホストとかさ歌舞伎町ってイメージがゴールデン街もすぐね真裏でだから割とああいうタイプの人たちがぐわって何百人とか何千人とかになるとむちゃくちゃなまがまがしいもんを放つはずだろうけど確かに初詣の時は感じないかもね感じないのようんあるかもんだろうかあれ あれなおとなしい静かのね,なんうね、うん、別になんかはしゃいでる人もいるはいるよ中にはうん、うん、いるけど対してそれをなんか嫌なふうには見てないかもね周りもねあれね不思議とそうでもなんかそのちょっと話変わるけど、うん、結局世のストレスってみたいな話になった時にね、うん、会社勤める人が。 会社しんどいとかなって、うん、一番疲れるの人やって言うやんかうん、うん、そうそうその人がオフになってるからんあんな穏やかなうんああそうなそうあ俺今思い出した花園にね何年か前、うん、初詣で並んでる時もうずっとよ、うん、もうちょっとずつしか進まないじゃん、うん、であそこで並んでるその、えー、サンドがバーってなってるよその本殿の階段降りたとこ ぐらいまあ中2階ぐらいの高さのとこにステージというか能楽堂みたいのがあってそこでずっと獅子舞をやってんのよ開けてからずっと朝までもう獅子舞並んでる間に獅子舞何捨ても見るぐらい獅子舞何捨てまあ合ってる感じなんだけどで時間かけて1時間以上かかってやっとこう階段も上がってもう次ぐらいかな 俺らの順番お参りできる順番がっていう時にもうパ後ろからねとんでもない量の人間の「ああ!」っていう声が聞こえた後ろから後ろからうわすごいと思って振り返ったら当然階段の自分のすぐ後ろから階段の下までずらっと向こうの鳥居まで入り口の通りの方までぐわーって並んでるじゃん人が。 全員が「うん、あ」って言って上向向いての同じ方向、うん、何と思ってバー見たらあのねそのさっきまでやってた獅子舞参拝し終わった人がぐるりほんで回って、はい、階段降りて最後獅子舞見て獅子舞に頭噛んでもらうみたいなのあるじゃん。 演技いいからってそれを噛んでもらってた若い女の子かな、うん、かなんかが、うんえー、新年で配ってた風船があったんだけどその風船を片手に持って獅子舞見てて獅子舞に頭カパッて噛まれた拍子に、うん、持ってた風船をパッて離しちゃったっ<ー>その風船が<ー>その元旦の夜空にふわって上がってってそれを見てたその何百人とかが「あー,あー 言ってそれ一個の風を一瞬で「あそういうことか」って察してパッて獅子舞見たら獅子舞も「あ」って言うと上見ててみんながみんながみんな獅子舞も見るんだこれまあんか半分以上俺のせいやみたいなねすいませんなのかびっくりしたのかあれ面白かったななんかそうそうないじゃんねんあの人数が全く同じ。 そうねうん、方向を見て,っていう、ねうん、どういう気持ちってだからもう「ああ」だよね「うん、ああ」<laughs> そうねああ行っちゃったっていうねうああ<ー>そうそうあのー、人集まるとストレスとか、うん、結局人がストレスっていうのもあるけど又吉さんもなんかで言われてて、うん、あのー、人がこう一つになった時のパワーもすごいと<う>あの私サッカー好きだからサッカーのことも言われたしう,うん なんか花火大会の話されてた花火大会で企業がさスポンサーですんごい花火あるでしょどん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 でっかいのがその中にたまにさプロポーズを兼ねた個人の花火が上がるじゃないそれが上がったんだけどまあしょぼいわけよまあそれはね個人が出せるお金なんでさねあれすごいからね金額金額すごいからね企業がやってるのはそうそうだからしょぼいのがポンと上がって えーまあ、申し訳ないけど笑っちゃったんだって、うん、しょぼって腹の中では、うん、でもその瞬間大観衆が大拍手と大歓声で盛り上げたんだって<ー>愛してるよとなのか結婚しようって出た時に、うん、ダーって拍手が起きてうわーヒューって盛り上がったらしくて<ー>すごい感動したというかほっこりしたっつってて。 じゃあ当然そのプロポーズも成功なのかななのかなねもうそうされたらちょっとねそれで失敗ってなったらもうそれで断るのはねなかなか肝がああどころじゃんあまないあまないああああああいあああああああよああ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  1> 1日は確かにだからそれがなかったからなのかな、うん、なんか今年はあんまりそれを感じれないまま年越えた感じするんだよだからもう元旦の朝から大変だったじゃん,うん、うん、みんなだからそれ,それがずっと続いてる状態だからか世間の皆さんもそうじゃないうんそうなんかもねちょ,ちょっとずるずるっといったなっていう綺麗に切り替わ でなかかっったもてそう俺もあんまどこも行ってないし、うん、なんかねまあ仕事もそう徐々にこっから上げていくんだけど、うん、もう本ばっかり読んでますあそう何もしてないのなんかしてるいや俺もなん,なんか特別やってるってことはないけど、うん、まあ移動がずっと移動ばっかりしてたから移動中に、うん、あのネットフリックスとかさそうそうそうなるよねそう,そう,うん。 悠悠白書を見てみるか,かどっちアニメ？あのー、実写の,実写のそうそう。見てみたらまあまあまあうんまあすごいなとか思うけど。うんうん、でなんかの表紙に年末ね、うんうん、なんか俺もう記憶力がとんでもなく落ちてる、うんそ,うね、そういうね。危機感がずっとあったのよ。うん、でもいよいよやばいなと思って、もう昨日のことも。うん なんか何があったとか単純に日常がそんこまで変わりばしなくなってるからとかもあんのかなと思ってでもちょっとこれ怖いなってちょっと怖いよね、うん、しもったいないから、うんうん、そ,っかそうねそう、うん、エピソードとかも全然出てこなくなってきてるから、ね、と思ってなんかね過剰書きみたいなんで、うん、その日あったことをバッと書いたんよ。そしたら、うん なんかああいいかもと思ってしってしりきた一<う><う>日一回それをやるまあ要は日記みたいなのをつけ始めたんよ<う>それは二十何日か一月の27ぐらいかなうんうんそうでなんかそれがなんとなくまあ別にだからどう思ったとかさうん、うん、そんな深いこと書いてるわけじゃないのよ、うん、これで誰と会って何したとかうん、うん、そうそうそうなんか日記ね そうへえ<ー>これが続くか分かんないけど,どう,う,んう,んうん。そんな,なんか割と「よしやろう!」みたいに立ち上がったもんじゃないからうん、うん、続いてんのかそうねそうそういう出方は強いよなねなんかね、うん、自然発生的にそうスマホにメモってってるような感じそうそうかノートと鉛筆はダメなのそれだと面倒くさいあのー、手軽さが欲しいまあそうねその 今パって書いちゃいたいみたいな時もあるからそうあれなんだけどだからなんかそれをね多分ななんで俺これやりだしたんだっけなと思って書き出した日の一番最初のやつを見たらこれだから「前回収録そうだわそうえ裏ての収録でお互いに送る漢字書き初め。 した、うん、とか書いてるから、そうそうそう、あ,あの後か。そうで、えー、その後が俺ライブだったんだけど。はい、ええー、松竹の南川さんの企画ライブ。ああ。おもろそう。そう、おもろかったんよ。S.、うん、<S N. S. で気になったポストややりとりを紹介するライブ。ええ。絆の武田とか。うん、ああ、武田。ねっとざんぜんしろね。うん、ねはいはい。あと岡野陽一。うん。 とかあいつ俺は司会で南川さんとか岡野とか武田とかが2023年のうちに投稿されてた SNS にあったやつで気になったやつをみんなに紹介してプレゼンするみたいな内容面白かったのよ。誰かが夜中に 誰々さんがや、うんえー、んでこんなことをツイートしてましたとかあそうそう<ー>、えー、こんな写真のしてましたとかなんかそんなんでおもろかったんよ。うん、でそれ終わりでもう一個俺ライブがあって、うん 1> えー、m 1のアフタートークみたいなのが無限大ホールであって。うんうんうん でそん時はいわゆる、えー、去年末の「m 1のファイナリスト全員が「こう、まあ、その m 1の裏側とかなんかそんなのを喋るっていうだけのトークライブなんだけど、うん、結局なんかね、うん、全部エピソードとかみんなが言う、うん、その裏話とかが、うん、ほぼ SNS 関連なのよ。あそそっちもそうほうほ いわゆるエゴさしてたらこんなんが出てきてとかでその、えー、これを写真撮って、うん、当日あ、えー、げたらこんだけ拡散されて、うん、バズってとか、うん、なんか,そ,かそういう話題がほぼなの。あであっそういえば俺、うん、さっきのライブもそういうライブだったな,たなねえ 俺もうやばいかもね、全然触れてないところだもんねそう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 あ変わったんだな時代本当におっせおっせもう終わるよそっちの流行り終わんの今から勉強してももう終わるよ多分むちゃくちゃ受けてんのよそれがお客も結局それ共有してるってことだからあ すごいねと思ってもう実際見てどうこうとかじゃないんだなみたいなああいいのよ当たり前になっちゃったんだねもう本当にまあまあそうだねスタンダードになったよねねあえてとかじゃないそうそういや遅いよだからもうだからそのパターンは消費されるし高校も終わると思うけどねそうだからんかあまりにもだったからその日が特にうん それで多分書き出したのよなんか<ー>やばいと思って。<ー>そうでそれがずっと翌日もうな,、うん、なんか翌日翌日とかも今これでもこれの書いちゃうのも、うん、ちょっと怖いね俺その書いたら書いたとこでもう記憶から消えちゃったりするからだからそれ,、うん、それもあってあんまやんなかったのもあったんだけどうん、うん、翌日そうだ翌日浅草行ったんだ俺。た<ー>たまたま、えー 浅草のお蕎麦屋さん、うん、昔何年か前にそれこそ仕事を最後浅草の東洋館の興行、うん、みたいなのが仕事を納めないの大体、うん、俺らって、うん、何年も前にそこ出て、うん、出番終わって、うんえー、同じ事務所のカントリーズの江澤っていうあいつが漫才協会なんだけど。うん あいつがおそば屋さん教えてくれてそばおごってくれてうん、うん、ああのそば屋さんうまかったなと思ってあいい、ね、そうそう思い出して行ったんだけど、うん、まああいつもだから、えー、去年亡くなっちゃったんだけどああそうかと思ってでそば屋入ってそば屋のテレビ見てたら今年亡くなった有名人みたいな、うん、やるじゃん年末松、ね、特集でば「この人もこの人もこの人も」こ人も<ー>そこでな。んかは 改めて思い出すというかさ「あ,<ー>あ,あそうか江沢<ー>も死んじゃったじゃん今年、ね」って、うん「ああそう」みたいななんかなんかなんかねそうそうそうん、ね、そんなつもりで最初来たわけじゃなかったけど<ー>だからなんかそれがあったからってわけじゃないんだけど <laughs> ストリップ行くかっつって <laughs> <laughs> なでなんでか <laughs> なんまあ浅草でとりあえず行っとこうとそう見たことないしストリップな俺もないなロックんで感動するって言うじゃんはい、そうで行ってみたらあのもう本当にもうザーな感じの案内のお兄さん何だろうねこう細いひげでんかコントやんっていうそ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 う いらっしゃるんだ結構主張の強いピアス空いてる感じなので全然物腰のやわらかいこの人があでも今ねみたいなやっぱ年末ねすごくて今立ち見になっちゃうんですよっうそてマジで立ち見なんだって。であれ要は一回入ったらずっと入れるんだって。そうなんや 一回多分フルで見たら2時間ぐらいのステージ何ステかやるんだけど入れるそれはもうずっといていいんだってそのうち誰か出てって開くかもしんないですけど、うん、だからそうかちょっと立ち見初、うん、めて見るし何かちゃんと見たいからなみたそんなん、うん、やめとこうかっ,って諦めてスカイツリー登って帰ったわけで。<laughs> 粗末って,ってちょっとシミしてそ<う>ストリップ見て、でも日記すごい似合うしいいと思うけどね。日記 <laughs> 似合うの俺。似合う似合う。嫌 <laughs> なんだけど。似合うよ。あそう。うんだからそのまあな手軽さが必要やけどなんかやっぱスマホよりなんかノートと鉛筆がいいけどな。 まあまあねちょっと面倒くさいかなまあでも字書くのもやっとかんとなーって思うのよ。そそそうそううな全然書くことないし体動かしとかないとそう手先をうん字、うん、漢字も全然出てこないし信じられないよもう本当に恥ずかしいで綺麗な字書こうと思ったらさ、うん、スピードものすごい遅くなるじゃん、ね、遅くなるそう。うんゆ ゆっくり、うん、ね汚くり汚なんないように書いて書いてみたらゆっくり汚いだけの字恥ずかしくて <laughs> で実家帰った時も,もうサイン何枚したか分かんないんだけど、うん、今年またすごかったからなんかもういろんな人、うん、あなたのね実家はああもう誰かし苦ししずっとで今回はなんつうのちょっとこう,う いいろろまた m 1年末 m 1も公民館みたいなのが集まって見る会をやってくれてたりしたんだって役場にオーーダマーク作ってくれでそんなのもあったからちょっと町長のとこに顔出そうかとか町長さんとか銀行の偉い人とかなんか。 何人かかがが集まっっててるるとこがあるからつって、うん、行ってみたらもうおじいさんたちが10人ぐらい昼からもう湯飲みで冷や酒飲んでるからカールがある写真撮っ,って「ああ」とかって、うん、カニカマの工場があるんだけどカニカマのところの社長とかもいて「うん、で食え!」って言って「カニカマ

うん、ななんつうのゆっくりする時間もなかったんやけど毎回実家の話聞くとそうやねゆっくり結局そう、ね、できないよねそうだから子供を年末、えー、から向こう行かしてたから先に<ー>で俺が行って、うん、でまあやっと子供も、えー、ね 親が来たっていうので、うん、はしゃいでたんだけど、うん、そのまま置いて帰んなきゃいけなかったから、うんえー、えっとね何日目かななんかもう帰って2日目ぐらいには同級生が来て、うん、で外飲みに行くのよ、うん、あのよ夜にね。の、うん、時に上の子があの「パパなんでジャンパー着てるの?」って。 ほんで「ああちょっと友達とお出かけしてくんだよ」って「ええ」って言ったら「やっぱ嫌なんだってねいなくなられんのがやっと来たのにお庭でお庭で遊んでるだけ?」みたいな「ああ外って言うけどそう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 いうそうそ行かないうそ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 そうそう 行った店の店でも言わなきゃいいのに同級生が「モグライダーモグライダーだよこれ」みたいなあまあなまあ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 かそいつらは地元の人ら同士でね「ああ明けまじでおめでとうございます」みたいなちょちょしゃべるじゃん。で俺はなんか別に知らないからまあ黙ってねそれが終わるの待ってんだけど友達も聞い 聞かてじゃないけど向こうの人も「知らないお兄さんもいいのねこの人もこの辺の人かしら?」ぐらいの「そうだろう?」みたいなってああねモグライダーだよみたいな「いやーイ!」みたいなそうなったらもう次サインして写真撮ってとか「ヘルメットにサインしてくれ」いうじいさんがったりモグライダーで一人 一人で飲んでた若いお兄ちゃんが「もうあっ!」「ああそう」「そうたよよかったらメン説紹介したいんですけど」いやないだろこっちの方」そうまあなんかありがたいことにね楽しかったですけどまあまあ今日やっと子供らも帰ってきたんでねあれですけど。 あにぎやかなそうねあの辺いやマジでね一度遊びに行かせてください本当民宿やられてますからねはい来てくださいきますたどり着くのもねなかなか大変でしょうけどうんうん行こ遊びに行こうはい今日はこの辺で裏表まあ今が一番いいなこう肉体的にも精神的にもああそうまだまあまだちょっと 疲れを取ってるじゃないけどああ年明けてるのに申し訳ないけどまあそれこそ家もバタバタしてたりね、うん、でしたらなおさらね、うん、いやほうない,いやーでもなかなかだね一回ほんとでもちゃんとあの楽しみにしてたんだけどな元旦の静かなやつ、うん、うんうんうん、うん、そうねそうまあまあ一年働いてうん、うん また楽しみっきまあそうな日記続けてくださいね全然うんまあ一応ねんかその日生きてさえりゃね何かしらあるんであったことだけひとまず書き留めとこうまあ SNS は流行っとるけど別に発信しなくていいと思うな書き溜めていきゃそうなそうそう本出してとか言われるかもねああるかないやマジであるんじゃない ちょっと書き溜めてそれをもとにとか本なうんエッセイとかねうん確かにな結構多いもんな周りも本出す人なんか実はやられてるよね多いよねそんなバーッと表だって言ってないけどそう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 絵本書いたとかさリリーとかもやってたねああそうなんかセンサーでそううんか多いんだよねあのラランドの西田が小説書いたああそうなの いいほあ,あ、そうなんやみんな意外とあんだな、うん、そういう文才というか、ね、うん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 まあまあくどいですけど変わるっていうね字を書かしてもらったんでまあ確かにねいいとこなんでやられるああまあちょっとやったことないことをね、うん、やってみるっていう年にしようかな、うん、はい今日はこの辺でありがとうございました、はい